オリックスクレジット株式会社は日本の消費者金融会社。オリックス株式会社の完全子会社であるが、一時期三井住友銀行との合弁で事業を行っていた。1979年6月に総合信販会社ファミリー信販として設立された。社名にクレジットとついているので、クレジットカード会社と勘違いされやすいが、現在は個人及び個人事業主向けカードローン事業に資産を集中させており、正真正銘の消費者金融会社である。主力商品はオリックス VIP ローンカード。2006年より篠原涼子を CM に起用している。ただし、同業の専業他社とは違い、店舗展開をせず、書類の郵送やインターネットを介して契約のやり取りを行うダイレクトマーケティングに特化した独特な営業形態である。融資は銀行振込やローンカードを用いた提携 ATM で行う。1998年頃には都市銀行などとの提携により ATM でのローンカードを用いた借り入れのほか、月々の返済入金も取り扱えるようにしている。ダイレクトマーケティング型で人件費をはじめとする運営コストが大手消費者金融会社と比べて少ないとみられ、これを反映して貸付金利は低めに設定されており、1990年代からグレーゾーン金利での貸し出しは行っていない。2010年6月以降のグレーゾーン金利廃止に伴い他社との差別化が今後難しくなると思われるが、2010年秋頃より融資枠700万円で年利 4.8% という契約コースを新設した。2009年以降、住市に SBI ネット銀行、りそなグループ、大垣共立銀行などで、オリックスクレジットが信用保証を請け負う銀行カードローンの取り扱いを開始した。一方、2001年12月に、オリックスが出資していた青空銀行と共同で、銀行系消費者金融、青空カードを設立し、同社のカードローン、毎晩の事業について、オリックスクレジットから、ノウハウの移植が行われている。2009年5月7日、同年7月までに三井住友銀行がオリックスクレジット株式の過半数を取得資産化に収め、オリックスとの共同事業化をすることで双方が合意。同年7月1日に株式譲渡が行われ、SMBC との合弁会社となった。しかし、2012年4月に合弁関係を解消することで合意。6月にオリックス側が約310億円で株を買い戻し、再びオリックスの完全子会社に戻った。今後はオリックス銀行などグループ内での連携を強化しつつ、三井住友フィナンシャルグループ及び SMBC と新たな提携を結び、関係を継続するとしている。なお、SMBC は同業のプロミスをグループに要している兼ね合いもあり、利用者取り込みの面では、同行 ATM コーナー内に VIP ローンカードの郵送申込書を配置する程度に止まっていた。ABCDEF オリックスクレジット株式会社第43期決算広告。そのため全国信販協会会員であった。2009年に再編で日本クレジット協会になったが、こちらには入会していない。ただし2004年4月に当社と合併したオリックスクラブは、グレーゾーン金利での貸し出しを行っていた。三井住友 FG、オリックスクレジット買収の方針朝日 .com2009 年4月29日、三井住友銀行とオリックスによるオリックスクレジットの共同事業化について、三井住友銀行、2012年8月9日閲覧。三井住友銀行によるオリックスへのオリックスクレジット株式の譲渡及び三井、住友フィナンシャルグループを含む4社間での新たな提携契約の締結について、三井住友銀行、2012年8月9日閲覧、オリックスクレジット株式の所得価額について、オリックス、2012年8月9日閲覧、ありがとうございます。